はい、こんにちは。青空クリニックの塩崎です。今日はですね、ちょっとこう真面目なお話なんですけれども、美容外科業界における、まあ、強烈な疑問点といいますか、そのお話をね、今日させてもらおうかなと思ってます。私はもともとこうね、大学病院とか保健医療の世界で生きてきた人間ですので、美容外科自体はですね、そのサイドでずっとやってたんですけれども、美容専業になってみて、やっぱりこういろんなことでこう疑問を感じることが多いんですね。これについてね、今日はね、お話しようかなと思ってます。一つ目、まるでこう物を売るかのような、ね、誇大広告多すぎ問題ということですね。インスタグラムなんかでね、見てると、ドクターなんとかプロデュースの賞レースです。ドクターなんとかは圧倒的な賞レース、世界一。芸能人もたくさん施術しています。100% の患者満足度です。SNS なんかにおいてはですね、こういう極端な広告が実はまかり通ってしまっている。例えば、映画の広告、化粧品の広告、全米新刊とか言ってみたりとか、翌朝からシミが全部取れますとかね、大げさな広告して目をこう引くのをね、狙うのはよくわかるんですけれども、美容外科であっても、手術っていうのは医療行為であって、エステなんかとは基本的には違うものなんですね。医療行為っていうのはリスク管理をした上で、どんな病院であっても、どんなベテラン先生だっても 100% 満足でやられることって絶対ないですし、カジュアルな広告っていうのが身構える患者さんの気持ちをね和らげて、行ってみようかなみたいな感じで患者さんがねたくさん来るようになって、こういう広告の感じが我々の業界を盛り上げたってことは、ね、否めないんですけれども、まあ、さっきの古代広告の話なんですけれども 100% 満足させますよって絶対失敗しませんみたいなことをね、ついついこう若い先生とかって言いたがるんですけれども、医者としてですね、こう年を取ってくれば来るほどいろんな手術をやればやるほど絶対っていうことが、ね、ないってことに気がつくんですね。あんまり軽薄なこう広告をしてる先生はちょっと要注意かなと僕は思ってます。2つ目、値段分からなすぎ問題ですね。目頭は切開手術ほにゃらら万円からみたいなこと平気で書いてありますよね。ですがこれはもう我々業界側の人間がすると仕方ない部分も実はあって、特に病院によってはこう麻酔やら手術に使う薬剤やあるいはこう術式の細かい変化、地方院東京院なんかにおいて値段の差異が出ることはありますんで、実はいくらだよってはっきり言えないところはあるんですね。特に私の個人的な話からするとですね、値段がわからないものを買う気はとてもしないわけですよね。安い値段でますって患者さんがこう実際病院に来たら元々高い値段で提示される。でそうなってしまう時は断りにくい人ってやっぱ一定数いるわけですよね。これを狙って安い値段で書いてるんだとすれば、非常にこれは僕は悪質かなと思ってまして、さっきも言ったように、その値段がねいくらからって書いてるのは、あのアップセルっていうね手段の一環になってますので、これはね後でまたお話します。3番、インチキ医療と混在させてしまうね、とんでもないクリニックが実は結構あるんですよ。で別に特定のクリニックね、特定の診療行為がね悪いって言ってるつもりは全くないんですけれども、世の中ですねインチキ医療と呼ばれるものがいっぱいあるわけですね。コロナの話なんかすると、いろんなクリニックでなんとか点滴をしてコロナ対策じゃんって言ってる先生がいっぱいいたんです。それはもう完全に大嘘なわけですよ。コロナの話とかではなくて、例えば手術の時にオプションとしてこう意味不明なこう化粧水だったりとかサプリメント、こういったものをこう一緒にセットでこう売りつけるクリニックもあるわけですよね。まあ、よく考えたら病院で手術しに来てるのに、なんとか点滴とかなんとか化粧水みたいなのを一緒に買うって、まあ、非常に変な話なんですよね。またこれ美容外科に限らずですね、一見まともな保険診療のクリニックさんでもインチキ医療みたいなことをね自費診療で行っていたりすることがありますので、非常にこう立ちが悪いなと思うんですね。我々こう医学知識を持っている、まあ、ドクターと営業のプロでもカウンセラーさんが悪意を持ってこう売り込んでしまったら、知識ない患者さんにこう変なものを売りつけるのって実はそんなに難しくないんです。なのでそういうちょっとねインチキ臭いクリニックが時々あるんだよっていうことをね、皆さん頭の片隅に置いておいてください。4つ目、アップセルがまかり通っている。先日の動画でも私と細井くんで寸劇を行いましたけれども、アップセルというのはですね、こと美容業界においては余計な施術やらサービスやらをつけて値段を持ち上げることになります。例えば典型的なのが A という手術をやりに来た時に、この手術だけでは効果が出にくいのでこちらをつけましょうみたいな感じでこう値段を持ち上げていく手法になります。でさっきもちょっと話出ましたけれども、ネットの広告では5万円高いだったのに蓋開けてみたら70万円と言われました。非常に大きく話ですね。こういうアップセルするクリニックほど最初にこう提示する値段がね安いです。これはもうねある程度こう証明されてると私は思ってます。そういうねおとり広告に、ね、非常に注意してください。これも分かりやすい例えをするのであれば、例えばねそのハンバーガー屋さんに行きましたと、ハンバーガー今日は100円のキャンペーンですって言われた時に、ハンバーガーとコーラだけ食べたかったのに店員さんにそれだけだと物足りないですよと、ポテトとナゲットとシェイクとおもちゃつけましょう、全部で3000円ですって言われたら皆さんずっこきませんか。そこでハンバーガー食べて帰ろうかなって思いませんよね。これは平気でやられちゃってるのが美容外科の業界なんですね。患者さん側っていうのは基本的には一般の方なので医療的な知識がないわけですよ。専門知識を持っている人間と売り込むののプロ、この2人にかかってしまうと、これやらなきゃダメなのかなって気になって結局高いお金払わされちゃうってことがあるわけですね。おとり広告がね安すぎたらもう警戒していいと思うんです。施設の時間単価を考えれば1時間かかる手術が5万円とかで受けられるわけがないんです。ドクターの給料、ナースの給料、カウンセラーの給料、病院全体の維持費、これ多分全部考えると採算が合うわけないんですよ。なので安すぎる広告にはね十分注意してください。いろんなお話しましたけれども、まあまあ、別に全てのクリニックがこうなってるわけじゃないです。こういうことをね、平気でやっちゃってるクリニックも、しばしばよく垂れ込みがあったりしますんで、皆様十分に気をつけてください。我々としてはですね、クリアな美容外科をやっていきたいなと思ってます。面白いクリニックは、お見積もりは実はもうすでに皆さんの手元にあるんですね。ホームページの値段を足し算するだけで、通りのお見積もりになりますので、ホームページに書いてある通りの値段になるんだなと思っていてください。診察のご用命はね、いつでも面白いクリニックまで来てください。よろしくお願いします。